第二次岸田改造内閣が今日から本格的に始動しました。岸田総理大臣は物価高への追加の対策を講じる考えを明らかにしました。物価上昇のほとんどを占めるエネルギーと食料品に集中して切れ目なく追加策を講じていくよう指示をさせていただきます。岸田総理は物価動向に関する会合で週明けの15日に政府の対策本部を開くと表明しました。物価上昇に対する追加策の策定を指示するとともに、地域の実情に応じた支援策を全国展開させるとしました。一方、内閣改造を受けて、今日は各省庁で新旧大臣の引き継ぎが行われました。初入閣の永岡文部科学大臣は、女性や母親の視点で取り組みたいと抱負を述べました。